おはようございます。沖縄は平年より10日早く、そして去年より28日早く梅雨明けしました。あまりの早さにびっくりしてます。もう今から梅雨かなと思ったら、もう梅雨終わったんで早いわ。雨は雨でちょっとうざかったけど、こんなに早く晴れてしまったら夏水足りるかな。久々じゃない今度短い梅雨。また節水したり断水になったりしないか心配なんですが、今日の温度は33度、湿度が 81%、 つまり汗が噴き出す天気です。空には雲がほとんど流れてなく、太陽カンカンです。ティダカンカンです。死に暑いよ言うけど、あのおにぎり2個と3品のパックのね、ロングのパックを、あちゃ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 、こういう海に来たらさ、サンダルは裏返して置いとかないと、はい、また入った、あっちゃ歩けない、そんぐらい暑い。風があって涼しい、この状況一番危ないからさ。暑い時は体感で死に暑いってなるけど、涼しい時は騙されるからさ、涼しさに。気温は33度、同じ33度でも風が吹いてるのと吹いてないの、吹いてた方が涼しいと思うけど、吹いてなかったら暑って言って、まあ、それなりの対策するさ。だけど涼しいとか雲に隠れてるとかって大丈夫だと思って余計遊んじゃったりする時があります。特に子供はね、暑さを忘れて 2,3 時間顔真っ赤にして遊んで、で家に帰ってから具合悪くなるとか。この熱中症本当に危ないから気をつけてください、涼しい時は特に。おお、ああ、カナブンって何なんだ、突っ込んでくるんかな。小学校の時かな、カナブンに糸をくくりつけて散歩させてたよ。しゃあ、シーラジ11スタート。シーラジ、それでは進めていきたいと思います。ツイッターから、長治さんこんばんは、沖縄市に住む高校2年生です。こんばんは、こんにちは。シーラジ7から聞いていて、今回勇気を振り絞って DM を送らせてもらいます。音楽を聴くときは何で聴くかのアンサーなんですが、僕は iPods で聴いています。毎朝学校に行くまでの時間、長治さんの曲を聴くのがルーティーンです。最近は遊びのくせにを聴いて夏を感じています。これからもずっと長治ヘッズでいるので頑張ってくださいということです。ありがとうございます。そうだね、もう完全に遊びのくせにの季節になったね。あの遊びのくせにを作ってからどれぐらい経ったんだろうか。最近全然振り返ってないな、振り返る時間もないから。もう少し頑張ったら振り返ってみようかな、今年年末ぐらいかな。今はもう全速力で突っ走ってます。はい、まあ、あの時もそうだったと思いますよ。赤髪ラップスター長秀とレオと勝利4人であの曲を作った時、まあ今でもそうですけど、こうなんか違うこと、なんか俺のやりたい音楽っていうのがあって、まあウクレレを買ってみたりとかね、まあ、太鼓を買ってみたり、ギターを買ってみたりとか、まあ、いろいろ楽器が増えていく中で、ウクレレを買って1週間コード4つぐらい練習して、あれをレコーディングして海であの遊びながらビデオを撮ったと。あの曲が、まあ、再生回数とかも俺あんま全然わかんないんですけど、こう沖縄の先輩だったり後輩だったり、まあ、音楽関係者だったりで畑違うところの人だったり、結構あの曲いいねみたいな言ってもらえて、まあ、何よりその見えない再生を伸ばしてくれる人もありがたいんですけど、やっぱこういう身近な人から評価を受けるっていうのは本当に嬉しいよね。よかったみたいな、俺の中ではね。遊びのくせにはあれは俺らの形の中の、しかも俺のスタイルで俺の音で、長秀がハーモニカ弾いたりで、レオが
その鍵盤を弾いたりとかね、で勝利が釣りして魚を釣ってきたりとかね、はい、まあ、そういう遊びのくせによかったら聞いてみてください。パート2踊りたいもあるので、まああれは何年かに1回更新していかないとな、そろそろかな。遊びのくせにが出た後で次パート2踊りたいが出て、そろそろかな、今年の夏かな、もしかしたら、うん、少しずつ今年自分の音楽も去年より聴いてくれてる人も増えて、こうやってシーラジ聴いてくれてる人も増えて、でフューチャリングしたらフューチャリングした曲を聴いてくれて、本当に少し今までの長さを考えると、もう俺も20歳からやって34歳、14年か、まあ、その前からいろいろリリック書いてたのも合わせたら15、6年、それを考えるとやっとこれで今家族を養えるぐらい稼げるようになりました。でもこれはいつまでも続かないと分かってるし、この生活は儚いものだと思ってるんですよ。実際いいことだけじゃないし、まだ抜けきれてない部分もあるし、いろんな状況、そして壁越えるんじゃなくてぶっ壊してきたし、俺は死ぬまでやるって決めてるから、音楽はね、もうこんだけのめり込めたことはない。印税が毎月3桁ぐらい入って、今後そうなってくると思うわけ、もう本当にそうなってきたから、あの時は悔しくて泣いてたのか、今はちょっと嬉しくて泣けてくるみたいな、うん、リスクがある生活、リスクがある行動、リスクを犯して声を発さない人もいれば、俺は別にリスクを犯しても発する発する&フロー、そういうこと。シーラジ親孝行もしたいなと思って、やっと稼げるようになってからどうにかいい方法で振り込もうとしてるわけよ。電話して、あ俺だけどっつって、あの口座番号教えてくれるっつって、あなんでないっつか、いやちょっとあの印税良かったから振り込もうかなと思っ て、いやいいよいいよ、あんた子供のことに使えるさ、はあ、さ家にはあ帰ってないんでしょあんた、はあ、みたいな、速攻なんか言われるから、今まだ振り込めてないけどね、なんか親にお金を振り込むいい方法あったら教えてください。詐欺でもいいですよ、詐欺でも、ちょっとお母を騙して振り込みたいわけよいやマジで本当にお母には迷惑かけたから。はい、続きまして、ツイッターから、夜遅くすいません、超ファンです、ありがとうございます。先日奥さんの不妊生理痛に効く CBD のツイートを拝見しまして、僕も彼女に似たような症状があります。もしよろしければ使用している CBD を教えていただきたいです。僕はタバコ吸うんですが彼女はすいません、よろしくお願いします、ということで、うん、タバコってこのブロッコリーのマークついてるってことは好きなんだね。俺が持ってきたやつを食べさせたんですよ。そしたらこの吸うやつじゃなくて、あのドロップタイプの、あの下の裏に垂らしてこう含んでみたいなやつを持ってきて、で試させたらめちゃくちゃ効いたと。でその嫁のお母さんに渡しても、お母さんは寝つきが悪くて、まあ12時ぐらいにベッドに入っても、まあ、1時2時までこう考え事しちゃって寝れないとかね。でその時にこの CBD 試してみてくださいっつって渡したんですよ。そしたらもう30分でいびきかいて朝まで起きずに寝れるとかね、本当に効いたから俺もびっくりしたわけよ。でその時に自分の嫁がこうインスタとかでね広めようとしたらしくて、でその時にやっぱ、はあ、大丈夫みたいな、はあ、じゃあ自分の子供がマリファナ吸うようになったらどうするのとかさ、CBD は俺はマリファナじゃないからさ、まあ嫁が言って、まあ、いいんじゃんいいんじゃんって言ったら、やっぱもう全然感覚が違うんだろうな普通の女の子たちは、は大丈夫みたいなとか、もうなんかああだこうだ言ってくる人いっぱいいたらしくて、すごいへこんでたんですよ。もう二度と言わんみたいな、なんであんなって言われんといけんばみたいなウケると思いながら俺言ってたんですけど、はい、あの CBD 何だったかな、ちょっと名前まではちょっと覚えてないですけど、インスタで波の上ミュージックバーバー、波の上ミュージック&バーバー、そこのお店に CBD が置いてるし、なんなら直接問い合わせしてもすごい詳しいので、ぜひ聞いてみてください。はい、
よろしくお願いします。続きましてインスタから、はじめまして栃木のものです。単刀直入ですが、自分は長寿さんの音楽でなんちゃない日々の雰囲気を作り、下を向く環境でも救われました。新譜も繰り返し聞いています。沖縄は3回ほど訪問していますが、そこから発信される音楽が一番だと思っています。これからも長寿さんの感性を生かしたビートとリリックをばらまいてください。突然すいませんでした。応援してます。ありがとうございます。栃木の方ですね。新譜も繰り返し聞いてますって、ありがとうございます。そうだね、どんどん俺の曲は更新されていくから、できるだけ新しいものを聞いて、古いのは遡ってもいいけど今で言っとく、古いのはダサいのいっぱいあるからもうたくさんやってきたからね、こうかっこいいというカテゴリーがもう出来上がってるじゃないですか。どれをすればかっこいい、どういうビデオを撮ればかっこいい、でも俺の中ではじゃあそんなかっこいいことしてかっこよくないぜって思うわけ。なぜならまあ自分の場合ですけど、何がかっこいいかわからなかった時ってあると思うんですよ。それぞれ個人個人、これってかっこいいのかな、かっこよくないのかなみたいな。でも出したことによって、それを評価されることによって、まあ俺の中では毎回そう思って出してる。これはいけると思ったやつが全然いけなかったり、これは売れると思ったのが全然売れないとか、まあ、これが普通なんですよ。だからその中で自分の中でかっこよさを探す、そのプロセスが俺好きで、だってじゃあ俺がああいう感じでさ、 PV 上等な PV 撮れる金もあるし、金出してああいう感じでああいうビートでかっこいいに決まってるじゃん。一つの俺は表現者としてオリジナルを生み出したいというのがあって、ゼロから1は難しいよねとか、ゼロってないでしょそもそもみたいなこと言う人もいるけど、アルバーよ俺の中では。本気で向き合った人しか分からんと思うけど、何も恐れずにどんどん自分のスタイルを生み出すためにやった方が俺は底上げになると思うけどね。あんな今みたいにみんな同じような音楽じゃなくて、それがオリジナルだと思ってます。はい。ていうか何の話だった、何の話でしたっけ、ちょっと待ってください。はい、もう全然なんか違う方向に行ってるね、ごめんなさい。続きましてインスタから、長寿さんこんばんは。あれかすっかりあなたのヘッズになってしまいました。相談なのですが、そちらに移住するとして何か音楽関係の仕事に就くことはできるのでしょうか。バイハヤト。音楽関係の仕事っていうのはつけないんじゃないかこんな即答するけど、音楽関係の仕事に外から来てつけるし、わからん、内側にいる人ですら音楽関係の仕事につきたくてもつきたくてもつけない人いっぱいいるからね。それは簡単ではないよ、自分次第だよね。完全にクラブ DJ になるためにももう 4,5 年努力して、こうホールスタッフ掃除トイレ掃除から入ってやっとクラブ DJ にこう昇格する人もいれば、コネとルックスとなんたらかんたらで入れる人もいると思うし、でもまあ沖縄の場合はマジで仕事がって感じだからさ、あまりいいとは言えない。だから生活するんだったらだいぶ生活レベルも下がると思うし、はい、移住ってよりもまあ1ヶ月2ヶ月住むとかだったら、まあ、リゾートバイトなんかもいっぱいあるので、そういうのはいいかもね。寮に入ってダイビングの資格を取りながら1ヶ月2ヶ月っていう人もいっぱいいるっすよ。仕事はいっぱいあるけど安いよぶっちゃけ、まあ、建築系は高いと思うけど楽な仕事は多分どこもないと思います。はい。特に音楽関係っていうのはもっと狭き門なのかなと思います。もし沖縄に移住するなら、まあ、何でもやる気があればできると思います。はい。インスタから、DM 失礼します。自分が長寿さんの曲の中で一番好きなのはブリブーです。最高です。おすすめの映画は最強の2人です。あ、わかるわかるわかる、見たよ。沖縄市に住んでる16のクソガキですが応援してます、頑張ってくださいってことですね。ありがとうございます。おー、ブリブーって結構前の曲だね。ブリブーリブ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 リ、こっからが覚えてないけどね、ビートがなったら覚えると思う。はい、ありがとうございます。続きましてツイッターから、これ前回の読み忘れかな、これ
長寿くんこんばんは。前回シーラジ8でお便りを読んでいただいてありがとうございます。シーラジ9も最高でした。今回岸和田からのお便りであった。来たよ来たよ来たよ岸和田岸和田。自分のターニングポイントになった曲、自分を変えた曲、この曲が全ての始まりというのを聞いてみたいですってことですね。自分のターニングポイント、俺入り口はね洋楽だったんですよ。まあ、自然な流れというか、まあ、幼稚園から小学校に上がるように、まあ、スヌープドッグからドクタードレに上がってツーパックに上がったんですよみたいな感じです。はい。でエミネムの CD を初めて買った時に、もう何言ってるか分からないから歌詞カードを、あの翻訳された歌詞カードを読んで、おリリックなんだこれみたいな、小説より面白いってなって、リリックが読むのが好きで入って、逆に曲も聴いてるけどリリックを読んでるのが多かったかな。やっぱそのリリックを頭に入れてから聴きたかったタイプだから、ツーパックの曲とかも、もう歌詞カード読んだ時に俺鳥肌立ったもん。うお、こんなにかっこいいくラップできるんだみたいな、衝撃だよね。うん、ツーパック大好きっすね。はい。最近リッキーの新しいアルバム聴いてたら、時たまマジでツーパックに聞こえる時あって、うわーか、うわーってなるわけよ、鳥肌立って。その時はうん、リッキーのアルバムよかったな。まあ、よかったら聴いてください、リッキーのアルバム。はい。岸和田の隣の貝塚市に住んでいます。今回のお便りも同じ泉州地域でぶち上がりました。あ、はいはいはい、この前のね泉州の方ねから、あ、同じってこと。岸和田の中でも貝塚と泉州ってあるんだ。へえ。で、音楽を聴くとき AirPods Pro で聞いています。高かったですがノイズキャンセリングができて本当の音を聞けるって感じします。24回払いで買いましたって。この前も赤毛のあのヘッドホン、多分高いやつを買って、もう自分の世界に入ってますっていう人もいれば、俺も iPods Pro な、これ気になってたんだよな。いいんだやっぱり。あのちょっとなんていうの、去年出た iPods はあれじゃん、元々の純正の iPhone のあのイヤホンですね。ああいう感じの AirPods バージョンの Pro っていうのはノイズキャンセルがついてて、まあ音もまあ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 いいって言われてて、うん、だ俺も気になってたんですよ。あの耳がゴムのタイプに変わったじゃん、これって。 Pro はこの耳にスポーって入る、なんてあのゴムのタイプ、今までプラスチックだったのがゴムのタイプになって、まあノイズキャンセリングがついたっていうことであれになったのか分かんないですけど、俺あのタイプなんかちょっと不安なんだよな。あの今までのタイプだとイヤホンしてても周りのこの音って全然普通に聞こえるじゃん、こう耳に軽くプッて入ってるだけだから、だけどちゃんと落ちないしみたいな、よかったけど iPods Pro はなんかあのギュッと押し込むタイプですよね。だからどうなのかなと思ってたんですけど、いいみたいですね。周りの無駄な雑音は消えて、ここで小さな金属音が聞こえるだとか、ここでビートが入ってくるんだっていう楽しみ方が増えました。オーマイイルガールのフックでビートが入る瞬間を AirPods Pro で聞くと本当に最高です。へー、すげえいい聞き方してますね。俺もそういう感じで曲作ってるからさ、このタイミングで右側からこれが聞こえた方がいいなとか、まあ、声のかぶせだったりガヤみたいなので右からイエーとか左からオーとか、なんかそういう振り分けてちゃんとステレオ感が出るスピーカーで聴いてる人はこう気づいてくれるだろうなと思って、そういう細かいとこまで一応作っているから、こうやって聴いてくれるとやっぱやってる甲斐があるっすね。もっと作り込もうと思うから、これからもいい音で聴いていただきたいです。ありがとうございます。続きまして、長寿くんこんばんは。シーラジ10またまた最高でした。そしてバッツマン T シャツも届きました。ありがとうございますってことです。バッツマン T シャツありがとう。なんか100枚作ったんですよ。で50枚はあのカラーのやつで、50枚は特別仕様で、まあ、この特別仕様は別に告知しないで、まあ、身内とか友達とかにこうあげようかなっていう手で作ったんですけど、
その50枚を、木曜日ぐらいにジョイントに納品に行って、金曜日ぐらいにね、で週明けの月曜日からジョイントのサイトで、まあ、全世界どっからでもアクセスしてちゃんと配達もする、もうどこでも届けますよっていうあれでやったんですよ。したら一応はこう小声でね告知したんですよ。あ、今日ちょっとジョイント持ってったんでみたいな感じでストーリーで言ったら、月曜日サイトに載せる前に全部売り切れちゃって、嘘だろうと思って、でしかもその前にツイッターであなたの洋服のサイズを教えてくださいっていうあのアンケートをしたんですよ。あの投票みたいなのできるさ、ツイッターで、あれで1300名ぐらい投票してもらって、俺は L とか XL 系が多いのかなと思ってたら M と L が一番多くて、それ以外は少なかったんです。ピタッと来てもこうダボッと来ても、まあ、この買ってくれる人がどういう風に着たいとか、まあ、勝手に来てくれればいいなと思ったら気にしてなくて、だからその要望に応えて ML も少し多めに作ったつもりだった。ヤシが速攻売れて、もう速攻50枚追加したんですよ。 ML を中心に、 ML を多めにね、さらにプラスして50枚追加して、でまた次の週の月曜日のお昼の12時からスタートしますって言ったわけ。でさすがにこんだけあったら足りるだろうって言って、行っても100枚で、あのカラー100枚作って追加しました、即ね。そしたら12時にスタートして、まず直接お店に来た人が 2,30 名いて、で通販10分で打ち切ったんですよ、あまりにも来すぎて。でもうすぐジョイントオーナーが電話って、あーもうちょっと打ち切ったからさみたいな、いや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 みたいな、告知して10分、えちょもうまだ、え買えない人いっぱいすぎるんじゃないですかみたいになって、で自分はもう再販はしないですよって、150枚も作ったし、こう他にも買ってくれてる人がこう限定というか150枚限定だから早めにゲットしてくれたから、まあ追加はしない手でいたんですけど、10分で切ったのにもかかわらず30枚ぐらいオーバーしてたんですよ、もう在庫が足りなくて。だその分もうすでに注文を完了してる人に関してだけ今追加で作ってます。で今日か土曜日って言ってたから、今日行ってまた来週ぐらいに出せるのかな。びっくりですよ、なんかバッツマン T シャツこんなにバコンって売れて、あの特別仕様のやつなんかここだけの話1万円ですからね、なんでそんなん買うんですかっていいっすね、その感じ大好きです、大バカ野郎な感じ好きっすよ。1万円のバッツマン T シャツか普通買う、いやでも嬉しいね、嬉しいね、もう本当にありがとうございます、バッツマンです続き読みたいと思います。今回のシーラジ、海での収録、いろんな自然の音聞けて最高でした。森でやるのも楽しみです。ちょうど昨日山登ってきたんですよ、山を探検するのが好きで、昨日山登って滝があって、あそこで撮ろうかな今度。政治問題、差別問題で世界中が今混乱している中、つながりつながってどの問題もやっぱり自分には関係ないとは思いません。そう考える中でも暗い気持ちになって、良くするために行動しても消化しきれない気持ちがあります。でもいつもそんな時は音楽に助けられてます。僕の中でボブ・マーリーは物心つく前から聞いていて、今でも聞いています。本当に大好きな存在です。ボブのワンラブが僕のルーツに巡り巡って、長寿くんの曲にも出会えて、長寿くんのストーリーや YouTube でスタジオのボブのインテリアを見てつながりを感じれてます。どんな時も音楽を作ってくれて人たちがいて、作ってくれている人たちがいて、そうしてたくさんの人が救われていると思ってます。僕もレゲエやヒップホップを聴いて、そこからいろいろな音楽に触れて何度も救われてきた一人の人間です。今回のお題とは全然関係ないのですが、現在の状況について自分の意見を、自分の音楽を発信している長寿くんをとても尊敬しています。毎回長寿くんがこれ伝わってるかなって言ってるところも、僕をはじめリスナーのみんなには伝わっていると思います。また長くなってしまいましたが、シーラジという場で僕たちリスナーとつながってくれて本当に嬉しいです。
これからも長寿くんの声でリスナーを救ってくださいってことです。ありがとうございます。嬉しいね。物心つく前からボブマーリーを聞いて、お父さんお母さんが聞いてるってことですよね。やっぱり音楽にはそういう力があるから、この曲いいぜとかね、最近の曲だけじゃなくて改めてボブマーリーのこの曲がいいなとか、あの曲がいいなとか、この曲はこういうことを歌ってるんだぜっていうのを伝えてあげてください。俺だけがこうやって一方的に発信するんではなくて、こうやってこれを聴いてる人も自分の好きな音楽は友達に伝えないとね、まあ、中には俺を独り占めしたいとかいう人もいるし、実際その気持ちめっちゃわかるし、俺もこうディグるのが好きなんで、こうまだ売れてないラッパーとかをディグって聞いたりとか、まあ今からもう今年来年必ず売れるであろうって言われてるそのまあ洋楽とかね、掘ったりとかして、その人たちがどういう感じで音楽やってるかとかインスタとか見てディグったりするんですよ。でたまに死にやばいやつ いたりするわけ。でそういうのは俺は俺で誰にも教えずにチェックしてる、はい、まあその人が売れたら俺はみんなに教えるけど、売れる前から知ってたぜみたいな心の中でそうつぶやき、これ実際口にするとまた違ってくるから、え？あいつら俺売れる前から知ってたぜみたいなっていうのは心の中で秘めとけばいい、はい、続きましてインスタからシーラジ10聞きました、毎回毎回最高すぎます、スピーカーは JBL の円柱のやつで聞いてます、または PC で聞いています、前回の誰とのコラボが聞きたいですかっていうこのリスナーさんが出してくれた意見にアンサーしてます。長寿さんとボスさんの音源絶対聞きたいですって、前に長寿さんが挙げてた、あ、ボスさんのブルハブの曲南も一緒と言ってたのです、すぐにあれ見てたんだ。結構ね、俺ストーリーで今聴いてるやつがこれでこういう音楽作っててとかよくあげるんですよ。それをチェックしてるってことだ。かっこいいものは時間が経てばさらにかっこよくなるんだなって感じました。話は変わるんですが、少し前に知り合いのバーで女の子2人が飲みに来ていました。話を聞いたら彼氏が浮気してるんじゃないかと疑ってたみたいで、その女の子同士で恋愛相談をしてなんか親身になって女の子の友達が聞いてたってことですね。で次に会った時にその女の子一人が来て、聞いてくださいよって言われて話を聞いたら、やはり彼氏は浮気してたみたいです。まあ結局別れたみたいなんですが、その浮気相手がその一緒に飲みに来ていた女の子、あの恋愛相談乗ってるやつ、一緒に来ていた女の子が浮気相手だったみたいで、その場にいたみんなが騒然として、そりゃそうでしょ、最近の周りの恋愛事情で一番衝撃でした。へえ、でもこれってさあるよね、ねえねえみたいな、なんとこじゃみたいな、私の彼氏浮気してるみたいなんだよねとか言って、あ、そうなんだ、最低だねって言ってる女と浮気してるみたいなよくは、まあよくはないけど、結構聞いたことあるし、実際俺そういうことあったかもしれんし、あったと思う。俺ちょっと昔女関係とかあんま良くなくて、くっそ遊びまくってて、もう酔ってるのに酒を作ってる、横で巻いてる、そして炊いてる、この一杯飲み干す前に俺は君を抱いてる、カモンカモン君もすかい、横に振る顔やっぱり初めてなのかい、教えてあげる遊び方、他人の言うことならアドギバ、俺のために汗を流してる女、人すぎるから俺のそばにいる悪い女、壊れるほど愛した女、本当は言いたくないけどどうでもいい女、ラブじゃなくていい、ライクでいいからさ、嘘でもいい、それでファイト出るからさ、好きだ、これぐらい？そんなもん。
多分騒然とさせたこととかあるかもしれん。友達なくしたこともあるし、今はもうそういうこと絶対しないけどね。うん、まあでも好きとかっていう感情は人にはわからないよ。なるようになるもんだって、女と男って。だからそれがその一瞬の燃え尽きる感じじゃん。結局そういう人たち幸せになれないわけじゃん、二人でなったとしてもさ。その女同士で浮気 してるかもしんないんだよねって言ってる時のこの友達の気持ち、いや昨日セックスしたなとか思ってるかもしれないでしょ。昨日あんたの彼氏やばかったみたいな思ってるってことさ、はあ、俺はもう気持ち悪くてできないよそういうのは。最低じゃん、でも最低だよ一応。俺もう言っても二十歳ぐらいじゃないば、10代とか二十歳ぐらいだと思うよそういうのやってたのは。知るかみたいな。だってビギーもツーパックもお前の女も俺に夢中って言ってるじゃんみたいな。それだからヒップホップだみたいな感じで、だからそのリアルなリリックでそういうの書いてたよ俺も真似して。これはダメな影響かもしれんね。まあでも騒然だね。またなんか面白いお便りあったら教えてください。こういうのを聞いて、いや自分とこの恋愛事情の方がやばいけどみたいなことがあれば、はい、教えてくださいぜひ。続きましてインスタから、こんばんは、沖縄県に住む19歳の男です。長寿さんの曲を通学中にほぼ毎日聴いています。いつも元気もらってます、ありがとうございます。シーラジの存在を知ってコロナ期間に全部聴きました。最近だね、じゃあここに1ヶ月ってことだ。そこで自分の悩みも相談に乗ってほしいと DM しました。自分は消防士を目指して専門学校に進学しました。勉強もそれなりに頑張ってる一方でヒップホップにどんどんハマっていき、トラックメイクに興味を持つようになりました。今は機材もほとんどない状態ですが、ラップを始めた友達にトラックを提供したいと思っています。そして後々はいろんなラッパーの方に自分の作ったトラックに乗ってみたい、乗ってもらいたいと思っています。でも小さい頃からの夢である消防士も諦めることができません。なので消防士を目指しながら、また将来は消防士として仕事をしながらトラックメイクをしたいと思います。一つの夢を追いかけながらもう一つの夢をつかもうとすることは甘いと思いますか、それとも、まあ、消防士に専念するべきでしょうかということだね。夜分遅くに長文すいませんってことです。ありがとうございます。全然俺消防士のこと分かんないけど、とにかく難しいって聞いたことある。そういう時にヒップホップにどんどんハマっていってるんだ。うん、俺は消防士を一回マジで本気で夢なら追っかけてもいいと思うよ。うん、まあまあ努力次第じゃない。だって俺もラッパーとして立ち位置もありつつ、だって俺ビートも作るしレコーディングエンジニアもするしミキシングも全部やるしマスタリングもやるしジャケットも作るし写真も撮るしビデオも撮るし、そこに俺はもう 100% これで生きていきたいと思ってるから。そうだけど、まあそれで今俺は食えるようになった。でもそこに来るまで時間かかった。だからそんなに楽じゃないと思う。やっぱどっかで力抜かないととか、こう吐け口がないととか。だから俺の場合はそれなんですよ、音楽なんですよ。まあ消防士になる道を歩んでる最中に何かストレス溜まったりとかしたら、もうビートにぶつけたりとかね、音に落とし込めばいいじゃん。うん、我々はいつも煙たいですけど大丈夫ですかねたまに火災報知器鳴りますけど、自分の夢は実現してほしいです。頑張ってくださいね。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日のおすすめの曲を1曲少しだけ流したいと思います。気になったらディグってください。ディグりまくって聴きまくってください。お願いします。ブロン系で何一つ失わず。 Baby thank you so much。 何一つ失わず全て手に入れたいと思うことはわがままかいよ。コンビ Thank you so much。 誰一人かけずいい景色を見たいと思うことはわがままか綺麗事。
シーラジー。